かいなこれ。なんなんやろここ。何ここ、なんか雰囲気がなんか北朝鮮のなんかそういうわかる、平壌とかにありそうなレストランみたいな。来るのがめちゃめちゃ早いという。それ5分ぐらいで来ましたね。はい、今日もやってきました。今日はね、ちょっとね、前から気になってた色紅色香、なんかちょっとね、台湾料理らしいんですけど、だいたいなんか赤々としてて、すごい入りにくい、お店かなと思うんですけど、しかもこれ深夜帯12時、夜の12時までやってて、これ何なんやろ、ここ結構広いな。うん、何ここ、チャイナ二人で。はい、すごいこの生ビール中セットと、なんかすごいな、めちゃめちゃ安い、すごい。テイクアウト、飲み放題、うん、中国のお酒も、天使がちゃんと、すごいね、結構なんか店員さんとか、なんか向こうの人みたいな、すごい上とかレトロな喫茶店みたいな、メニューめっちゃ高そう、なんか雰囲気がなんか北朝鮮のなんかそういうわかる、平壌とかにありそうなレストランみたいな。来るのがめちゃめちゃ早いという。それで5分ぐらいで来ましたね。思ったよりボリュームあるし、思ったより美味しいです。でもこれめっちゃ辛いんやろ。食べれんほどではないですけど、すごい大人だった。もしかしたら、まあいいや、言うのやめとこすごいなんかなあれやったけど、まあでも結構美味しかったです。思ったよりっていうか、意外と人もなんかそういうの好きそうな人が入るね、中華料理、台湾料理で。結構ボリュームもすごいあって、
なんかね、残しそうだったけどちょうどいい感じっていうか、お腹いっぱいやけど、はい、というわけで皆さんも行ってみてください。昼間のランチがすごいいいっていうことで、おかわり、ご飯のおかわり、ライスのおかわりが無料ということで、日替わりランチ600円、ラーメンセット700円、定食メニュー880円、というわけで今日は終わります。ジャパンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。